こんにちは、シュウです。今回は動物の森やっていこうかなと思います。なんかね、アップデートで金鉱石を出すとレシピが覚えるらしいんだよ。おお、いきなり出た。金鉱石はね、1日1個確定であるわけじゃないね。なんで出なかった場合、あれ覚えないけど、あ、来た来た来た、黄金に輝く石を見ていると不思議な気分になってきた。おお、これでレシピだから今運良かったね。1日目の1個で出た。なんでこれ今出なかったら次の日次の日、だいたい4日に1個ぐらいは出た記憶があるね、私の計算だと。そう、何のレシピかっていうと、これだね、ツタンカーメン。昔あったよね、このツタンカーメンの。これを被るとすごい不幸なことが確か起こるんだよね。とりあえず作ります。うわ、でもね、見て、金鉱石5個必要なんだよね。なかなかだよね、5個って。さあ、できました。さあ、行きます。住人の前で初かぶりだね、ツタンカーメン。おお、音がなんか不吉感あるもんね。これ転ぶらしいんだよね。ちょ、行ってみるよ。どれぐらいの頻度で転ぶんだろう。あ、でも全然怖いてすごいなさい。だから上からの方がいいね。上からいて、さあ、上から行き早っわ、かっこいいね、私なんかお父さんが王様みたいな、それの息子感すごいね。ドジな息子みたいな、これから王様になるみたいな。うわ、面白いねこれ。いや、ここに落とし穴埋めて、もう転んだ瞬間そこはまりたいよね。いや、かなりの微調整がいる。あー、難しい、あー難しい、あー難しいこの、うわー、そこじゃないんだよな。転んだ瞬間頭から入ったらこれどうなんだろう。おお、ちょっとできたけど。おお、いや、思ったのと違ったな。顔面ゴスキー、この絵いいね。これさ、住人気づいてくれんのかな、私って。シューって言ってくれんのかな。お、はじめ、私わかるかい、これわかる。僕が何をしてるのか、いや、こっちが聞いてんだよ。わかるか。正解は何、休憩してるんだよ。その目怖いな、やっぱりカメラ目線だもんね。私は見てないもんね。お、ヘンリー君、こんにちは。グッモーニング。あ、みんな私のこと分かってんだね。みんな裏技編み出したね。これ坂だと転ばないわ、やっぱ危険を配慮してんだろうね。俺何回やっても転ばない。ただ陸だともうこの距離で、おお、すごいそんな心配してくれるなんて、エンリー君優しいねびっくりした。私すごいブスになったな、ツタンカーメン。そう、さっき蜂に刺されたんだよね。しかも私のトレードマークの帽子、ルフィでいう麦わら帽子もなくなってるし。お、釣り大会ってこんな演出あったっけ。今釣りの日にしたんだよね。なんでかっていうと、釣りの日ってみんなここに集まる習性があるんだよ。うわ、いる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 。これで私転びます心配してもらいたい。かまってちゃんか。さあ、みんな私を心配してくれ。行けよ、みんな、みんな行けよ、行け行け行け。ああもうお前、いや、もう、えっ、くっそ、どうしよう。くっそ、この大作戦失敗かな。いや、わかった、みんな、ちょっと工事するわ、いて。いや、この距離ちょっと工事するわ。この距離で今ミスズ見た、うるせえやつだなみたいな。ちょ、待って、ミスズ一回ミスズアタックするわ。みんなミスズアタックできない。で、熊吉はずっとムーンウォークしてる。くそ、こっち側で転べないな。熊吉はずっと見てくれてんだよね。見てくれてるんだけど、あんまり私のことを心配し、ほら出たし、熊吉ムーンウォーク。お、お、どうした熊吉。わかった、みんな、ここ範囲を半分にしろ。半分にすれば多分まだみんな釣ってくれてると思うんだよね。だからここぐらいまでならみんな釣ってくれんじゃない。大丈夫だよね、ここで。いや、もう一ライン行っていいと思う。みんなやめちゃうかな。攻めます。いや、ダメだ、ここダメだ。ここでもう、あの、タロガの人釣りやめてる。ダメだ、ここがギリギリのラインで。この距離ならいけんじゃない。みんな、まず2人ぐらいしか行ってないからで、みんな
誰にも構ってもらえない。もうダメだ、みんな釣りに夢中すぎて全然ここまで距離狭めたのに全然私興味ないもんな。これ他驚いてくれるこのジャスティンだっけ、この人確か無表情なんだよね。何やっても驚いてくれない気がしたな。お、これで、お、驚いてくれた。これであれってできんのかな。あ、できんだ。じゃあみんな撮るよ、こっち向いて、はい、チーズ。いい、超いい写真だね。熊吉のこの横目がいいよね。うわ、超いい写真これ。いや、いいねこれ。これで泳げるかな。マリンスーツ着た。行きます、行け。おお、ハチ防げるんじゃないか説。お、かっこいい、行け。あー、普通に食らうんだ。こんだけいいメットしてるからね。いや、びっくりした。あれ、これって前の計測されんだ。嫌がらせかと思ったわ。なんか私怖くない、このアングル。なんかツタンカーメン、これアングルによって超怖くない、なんか顔。これじゃあ上もあれかな、前セッティングした。うわー、前こんなセッティングしてた私。まともな一個もないのこの家。下どうなってる、下。普通に空いてるスペースあればそこ使いたいんだけどな。あー、よかった、幸せエリアあった。今回ね、なんでここ来たかっていうと、これ私思ったんだよ、住人にツタンカーメン被らせるんじゃないかなみたいな。一回住人呼び出すわ。これどうだっけ、とりあえずマジカイを呼んで、オッケー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 。これであるかな、ツタンカーメン。あ、ないのかな。これ帽子系はね、いけるんだけど、このなんていうの、ヘルメット系はね、あー、無理っぽいな、キモ、無理っぽいな。ないわ、多分。あれが、そもそも選択肢としてツタンカーメンが。うわ、悔しいな。全員ツタンカーメンでやりたかったな。いや、申し訳ない、マジカヨに。マジカヨにもこの、かっこいいやつをあげたかったんだけどね。お、喋ってくれない。あ、ここだとあれなんだね。無言なんだね。うわー、悔しいな。で、みんな、フォーメーション変えてきたね。さっき水がでかすぎたんだよ。で、今回見てください。これ、これなら行く。いや、1ヒットある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 。目指せ5ヒット、うわ、来た、2ヒット3ヒット。みんな見て、すごい仲良くみんな集まってるで。で、これ7人いるんだけど、これ7ヒットいけるんじゃないかな。だ、方向性がみんな見てバラバラなんだよね。さあ行きます、7人一気に行きます私。さあ、ここ見、第1回目大注目の第1投目行きます。さあ私ちょっとあれだね、粘るね。うわ、ニカ、そのマジかよはなんで見てないんだい。3か。いや、4いける人いないんじゃないかな、ツタンカーメン4ヒット。いや、みんな10人集めてきたね。今いる全員集めてきた。残りはみんな家の中だね。うお !4 ヒットいきなり。いや、これ5ヒットある、ギネス記録ある。なんかツイッターのハッシュタグでありそうじゃない、ツタンカーメンチャレンジみたいな。ありそう、ツタンカーメンチャレンジ。うわー、5いけそうなんだけどな。0。きたー、7。これ超えれる人多分いないわ、動物の。これ今ギネスだわ。7あるなら8ありえそうだけどな。いや、みんな何回かやってんだけど、やっぱね、7だね、最高。いや、でも、理論上8可能じゃない。7いったってことは、下4人反応してたよね。なんで上4人反応する可能性もすごいあるから、もうこの小刻みだね。なんかこれ多分ね、穴の近く、ごめんす、優しい。よし、じゃあ終わるかな。じゃあ私のツタンカーメンチャレンジ。まあ、記録は7かな。理論上絶対8いけるんだよね。多分難しいね。はい、終わります。バイバイ。